ご視聴あざます。しです。今回は、あおちゃんペシ、まさかのクリティカルな質問に聞き入ってしまう件についてまとめました。もはや一周回ってあえて情報提供してくれてるかのような、このチャンネルでは準レギュラーのあおちゃんペシです。アベマ TV よりも登場頻度高い？今回はどんなレスバが展開されるのか、見ていきましょう。では行きましょう。まずはあおちゃんペシに対して次のような質問が投げられました。ウィキペディアにフェミニストって記載がありましたが事実なんですか？それに対してのあおちゃんペシの回答が次の通り。え、誰でも編集できるウィキペディアを信じているんですか？いちいちウィキペディア編集する暇人もそれ見て信じちゃう情弱もだいぶやばいかと。半信半疑だから聞いてるのかと。悪意があっての可能性もありますけど、単純に興味本位で聞いてる場合だってあるはずです。それに対して徘徊家で答えればいいところ、それに悪意があると思うなら無視すればいいのに無気してしまうところ、この辺があおちゃんペシのあおちゃんペシたるところですね。それと確かにウィキペディアは誰でも編集可能なので幅広く情報が得られる分、正確性に欠ける欠点はよく指摘されてることです。ただだからといってそれをもって信用するのは論理が雑すぎるでしょう。基本的にはネットに公開されている情報であればおおむね正しい情報が載ってるはずですし、間違いがあれば他の知識がある編集者が訂正してくれます。悪意を持って記載する人はともかく、日々情報を記載してくれてる方の努力で成り立ってることは忘れない方がいいですよ。ではそのウィキペディアからあおちゃんペシの情報を見てみましょう。あおちゃんペ、1995年11月19日は日本のフェミニスト、思想家元ブロックダイヤモンドフロム2000リーダー。予想してた以上に度頭に書かれてくさ。というか本来の職業であるモデルとかコメンテーターがウィキペディアに記載されてないとか、それは嘘つき扱いしたくなる気持ちもわかります。いや、だったら自分で直せばいいか。全然撤回。仕入れに他の情報もたどっていくと、スイカの黒歴史が概要の2割くらい占めててくさ。秘宝、ウィキペディアの信憑性を疑わおちゃんってし、自身の信憑性を疑われる事実をウィキペディアに指摘されていた。しかもその下の部分も本人の真理不明発言ですしね。自身の概要の約3割が間違いや真理不明な内容で埋められてるあおちゃんペシ、他に書くべき内容なかったんかい。まあそもそも彼女は自身が嘘つきであることを公言してますしね。それをもって他の情報を信用するなとか、どの口が言ってんねんって話ですよ。それとあおちゃんペシがフェミニストなのかについては、動画のタイトルとかサムネでは便宜上そう記載してますけど、フェミニストの概念自体が曖昧なこともあって実際のところどうなんでしょうね。でも性別に関係する事象、特に女性の権利に関しては結構敏感に発言してるのを X でよく見ます。なのでそう勘違いされてもしょうがない状況は自分で作ってると思います。少なくとも聞かれて逆ギレするのは違うかと。こうしてあおちゃんペシ、本来は不要なヘイトを集めつついつものレスバへと突入していきます。まずは帽子8のレスバをご覧ください。最近のムーブはツイフェミっぽいよね。誰の誰のこの流れで誰の枠さん。あおちゃんペシと質問者の2人しか登場人物がいない中で、フェミニストかどうか質問されてるのがあおちゃんペシなんだから、どう考えても選択肢一つしかないやろ。自分のことを指摘されてることが分かってるであろう流れですっとぼけて誰のと返してるところ、ちょっとピキってそうですね。あおちゃんペさんの女性にとっての当たり前の権利を主張したらついフェミと捉えるなら相当レベル低いよ。その発言がまさにフェミニストっぽいね。いかにもついフェミっぽい発言で、ついフェミではないと反論するその姿勢、いい感じだで。なんでしょうね、以前の動画でも言いましたが、あおちゃんペシの主張としては共感できること、正しいことを言ってると思うことが結構多いと個人的には思ってるんですよ。ただ素直に答えれば何でもない会話にいちいち過敏反応したり、上から目線で言うてるから余計に批判受けたり悪意解釈されたりするわけですよ。次、帽子ビートのレスバを見ていきましょう。何にでも噛みついてて笑う。何にでも噛みつく人がいるからね。というか噛みついてる以前に噛み合ってない説。いやいや、普通の質問かもしれないのに徐弱だとか若む力強すぎません？普通の質問じゃなく完全に嫌味だし、質問者が力書いてるまである。それはさすがに被害妄想が過ぎるわ。あおちゃんペシのこのウィキペディアへの嫌悪感はどこから来てるんよ。前世でウィキペディアと何かあったん？想像でしかないですね。アトフェミニストが嫌味ってどういうことですか？なんでリポ送ってきたんだろう。帽子ビーブロックされてて草。秘宝、帽子ビートのレスは2往復半しか持たず、何にでも噛みつくという批判に噛みつく人がいるからと噛みついたにもかかわらず、噛みつく顎の力が UFO キャッチャーのやる気がないアームレベルで草。もう一件別の流れのポストを紹介しましょう。まずとあるアカウント2人のやり取りがあり、そこにあおちゃんペシが乗っかってくる形になります。まずはその前段の2人のポストを見てみましょう。
あのね嫌だからやめてって言われたら、それをやめたらいいんだよ。それ以上何かを察しろなんて言ってないの。やめればいいだけなんだよ。女に秘するのやめてって言っても止めてくれないじゃん。わら。そしてこの会話を引用リクして乗っかったのが青ちゃんペシ。ヒステリック女ってめったに見る機会ないんだけど、この界隈にいるの。ヒソ女ヒソ女って言ってる人の周りの女の質が著しく悪いか、お母さんらヒソ女なのかな。そうでないと主張するならそれでも構いませんが、まずはご自身が周囲からどう見られてるのかという視点をもうちょっと持った方がよろしいかと。さっきのレスバの流れで噛みつき返してると自覚してるのはバレてるので、そこへ来てヒステリックではないというのはちょっと苦しいかと。いや、さっきのフェミニストの件もそうですけど、そうでないならそうでない人としての普段の立ち振る舞いと変わるじゃないですか。そんな感じで当然のように青ちゃんペシへのツッコミが入ります。こんなしょうもないポストを引力してきてらっしゃるあなたがまさにヒステリックなんじゃ。やっと謎が解けた。こんなに冷静な文章をヒステリックと呼んでるなら、そりゃ女はヒステリックだらけだね。そこじゃない。冷静な時の文章を引き合いに出してこんなに冷静な文章と言われても、ということで、おーちゃんペシのヒステリックさを感じるやり取りを抜粋しますね。過去の動画抜粋になりますが、鹿の時のやり取りを2つほどどうぞ。直径と演習勘違いしてつけし、誤りを認めて謝れない幼稚な人間。え、間違ってたと認めたから消したんだよ。謝る？誰に？謝る必要はないけど、鹿の例えは間違ってたって発信しないと。あ、例え自体は間違ってないです。例えなので使用数値が間違ってんだから、例えも間違ってるよ。 WW 例えである以上、全く条件が同じものではないですよ。あくまで例えですから。その条件のズレ具合が致命的だったから、お話にならないと言われてるんですよ。挙句の果てに勝手に数値を勘違いして、やっぱり正しかったなんてクソボケをかましてしまったから、余計信用がない。お前の信用全然欲しくないので大丈夫です。間違ってたら訂正じゃないかな。そんなことまでなんで私がしなきゃいけないんだよ。お前が発信したからやろ。間違ってたから消したって言ってんのに、赤ちゃん、自分で調べよ。同じスイカの流れでもう一つ。いや、スイカのネタそのものも全く正しくないので、削除すればいいと思います。なぜ削除になるんですか？直径と演習の件は削除されたのですよね。間違いと認識されたとおっしゃっていたと認識しています。なので一旦消して、もっと適切的確に、女性の辛さを伝える内容にして再投稿した方がいいと思います。過去がどうとかは関係ありません。発言に責任があります。間違った情報のルフが問題です。嫌です。青ちゃんペシ、もうちょっと冷静になってもらって。他にも今回のヒステリーに関しての青ちゃんペシの投稿にはたくさんの指摘が入ってますので、その一部をご紹介します。会話の内容はクソどうでもいいんだが、青ちゃんペがヒステリーを起こして一部界隈でヒステリックブルーと会話でてんの。ほんとくさ、誰がうまいこと言えと。ちなみにヒステリックブルーは2000年頃に活躍したバンドです。代表曲になぜなどがあるようです。最近は青ちゃんペシやら赤リンボシやら勝部元気氏やら現職の現職で例えられる人が最近のスイの動画を彩ってくれてますが、そもそもレイヤシスターズも色分けありましたね。お前ら全員をファイアシノの本館を見習え。スイカの件で炎上して謝罪せず逆ギレかましてた人がヒステリックを理解するのは無理だよ。ほら言われた。負けを認めずに変な反論をするからヒステリックと思われるんやないかい。青ちゃんペシはなぜ自分はそう思われてるのかわからないんでしょうか。それでは聞いてください。ヒステリックブルーで、なぜ。ヒステリーの語源はギリシャ語でしゅ。いやちょっとそれはスイカのくだりとニアミスするからやめて差し上げろ。改めて言いますが、フェミニストだったりヒステリーだったりについては定義はあれど明確な線引きはありません。なので青ちゃんペシ本人がそう思わなければ否定すればいいと思いますが、普段の行動からそう思っている層がいることも事実です。なので真っ向からそうではないと否定するなら、もうちょっと自身の行動を見返してもろて。現場からは以上です。ではスーパーサンクスの紹介です。以下赤リンボ氏の選挙投票に対するコメントです。トム様、スパさん、あざます。今回のレガーに見えるのもそうですけど、今年の区別がつかない字を書く人とか、本人は何も疑問に思わないのかとかいつも考えてしまいます。文字もある種気遣いですからね。汚くても丁寧に書けば一般的には読める文字にはなります。少なくとも他人に見せる文字に関しては人が読みやすいように書けるか、これが意識できるかどうかというところですね。個人的にはきちんと消費税以外の税金を納めていない外国人に生活保護を支給したり健康保険を適用するのはおかしいと思います。自分で選んで入国したのなら、その生活が破綻した時点で自国へ帰るべきではないでしょうか。おっしゃる通りですね。実態がどうかまでは把握してませんが、権利と義務はワンセットです。義務を果たさずに権利を主張するのは大間違いです。しかし
イギリス在住設定って何かうさんくさい連中を引きつけるだけの魅力があるんでしょうかね。確かに歴史のある国ではありますが、それならフランスだって負けてませんし。一応サンプル数としては水の知識の範囲では2人だけです。多分たまたまだと思います。自信はないですが、多分たまたまです。きっとたまたまです。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。